サングラスよし、麦わら帽子よし、鳥類よし、あなた方と一緒ということはきっと暑苦しい夏になりますから、暑さ対策を万全にしているのです。相手がお客様であろうが、取引先であろうが、大海原であろうが、ゴールを見据え一歩一歩着実に、それが商売人の基本姿勢ですもの。この海必ず制してみせますわよ。海の水を全部抜くって、ウィスタリア家はついに天地万物を牛耳るに至ったのね。最終的に世界を制するのは商人なんじゃないかって最近本気で思うの。人間やっちゃまずいことっていろいろあると思うの。だけどその中でもこれはまずさランクかなりの上位よ。だって他人の秘密を暴くんだもん。はあ、波乱の予感。権力欲、少なからず誰にだってあるのではないですか。見せて得するものでもないので比しているだけだと思いますが。大間の大騒動もそろそろ終結が近いですわね。思い起こしてみればバカンスという言葉からは遥かにかけ離れた荒唐無稽な夏でしたね。本当だわ。まさかあの大海原をあんなことにしちゃうなんて。でもまだまだ終わりではありませんわよ。これからさらに一波乱二波乱あるはずですもの。秋野さん、もしかしてワクワクしてるの？これだけ吸ったもんだした挙句にまだワクワクしてるの？今回こそは静かにのんびり大間を楽しむつもりです。え？今回も絶対にのんびりできないフラグだね。誰ですか？あなたにそんな言葉遣いを教えた不届き者は。組織の厄介さは私も嫌というほど知っています。人を束ねあれだけのことを成し遂げるのは並大抵ではないはず。秋野さんはきっと優秀なリーダーなんでしょうね。すべてを明かすのは自分が気持ちよくなりたいから。相手を思えば必するはずです。少なくとも私はですけれど。ホースと格闘したり秘密物の返却に奔走したり、あなたもよく頑張りましたね。教育係として誇らしいです。えらいえらい。せっかくの機会ですもの、ねねかさんと交流を深めたいんです。でもあの方鉄壁の秘密主義でいらして、あなた様ねねかさんの攻略法をご存知ありません？未曾有の海洋事業を前に私少々緊張気味でございます。でもウィスタリア家の名に恥じぬようしっかり頑張りますわ。見事やり遂げた暁にはお褒めいただいてもよろしくてよ。まさかあいつが黒幕だったとは。久しぶりに見ると記憶よりもずっとバカでかいですわね。
あなた様のお力が必要です。サポートをお願いいたします。今回は珍しく、秋野さんの弱気な姿を見た？まさか、この私がそんな姿を晒すわけ。え？あれは、世に言う、弱気風の強気、ですわね。ええ、世に言いますとも。普段は家と職場の往復だもん。夏のバカンスなんて心躍るじゃない？心も体も解放して、思いっきり、ストレス解消しよう！と思ってたのに、まさかこんな、マルヒまみれの夏になるなんて！一点の隠し事もなさそうにも見えるし、おびただしい秘密を隠し持ってそうにも見える。君のことだけは暴けないわ。別に出世したいなーとかはそんなに思わないの。スキルが活かせるポジションでお給料がもらえたらそれで嬉しいし。でも、玉座だけは別物ね。君も座ってみて。絶対欲しくなるから。私、頑張ったの。ホースに詰まったりもしたけど、でも、ものすごーく頑張ったの。今夜こそ、お疲れ様の一杯、行っちゃってもいいわよね。